おはようございます、えー、今日の話は残酷な進化論という更科功さんの本の中から同盟の題で書きました、えー、人類がチンパンジーと大きく違うところは2つあります、まあ、それは直立二足歩行をするということと剣士、まあ、犬の歯と書きますねが小さいこと、えー、化石記録を見る限りこの2つはほぼ同時にです、ね、進化したとそれは約700万年前 つまり人類が他の類人猿と分岐した時ですねでまあ従ってこの2つの特徴が人類というものを誕生させた可能性が高い、まあ、直立二足歩行の利点というのはいくつかありますけれどもその中の一つはですね両手が空くので食料を運べるということなんですねじゃあ欠点は何かというと走るのが遅くなってしまったですから走るのが遅いということはですね食物をいくら持ってきてもその最中に 他の動物に食べられてしまうということもあるわけです。しかしですね、それを利点が上回ったから人間はこうやって生き延びているわけですけれども、チンパンジーというのは多不多才的な群れを作っています。群れの中には複数のオスとメス、複数のオスとメスがいます。そしてそのためにですね、メスをめぐってオス同士の争いが起きているんですね。で、この時使われるのは牙だ。 で人間というのは牙がないわけですから、えー、わいわゆるメスを巡って争うということがない、まあ、そういうところでエネルギーを使わなかったわけですね。で、まあ、現あの類人猿ではですねオラウンダオラウータンと多くのゴリラは一夫多妻ゴリラの一部のチンパンジーと、えー、ボロボはですねタフ多妻的な群れを作っています、まあ、そうするとですねその社会ではです、ね、絶えずです、ね、メスを巡ってオス同士の争いが起きているということなんですね。 また直立二足方向によって得をするのは運ばれてくる人なんです、それは例えば子ども、子どもは運ばれてくれば子どもというのはなかなか取りに行けませんから、餌をですね、大きな利益を得る、そうすると自分の子ども、その遺伝子を持った子どもがどんどん生存率が高くなっていく、そうすると直立二足方向によってそれがいわゆる生き残りやすくなっていく、遺伝子が生き残りやすくなっていくということなんです。 でこのように一夫一妻的な社会を仮定すると直立二足歩行と小さい検視という二つの特徴を説明することができるでもう一つの特徴というのはですね,軟産なんですねで脳が大きくなることによって難産な人というのは哺乳類の中で最も難産な種の中になったで、まあ、それですからどうしても一人だけでは子供を産めない誰か助けがいるわけです そうするとまあそういう社会を作る安全な社会を作るまあそうするとそこにですね一夫一妻という制度が非常に大きな役割を果たしたとじゃあ今日これで終わります。